こんにちは、サンディです。今日はですね、前に多分写真撮ったかな、まあもう1ヶ月前ぐらいかなから、からっていうか1ヶ月前ぐらいに、こちらのブラシで、最近はもう日本でもだいぶ話題になってきて、日本人のYouTuber さんも、まあ、あんまり見てないけど、まあまあちょいちょいね、レビューしてる人もいるし、海外ではもちろんもうだいぶ前から、話題になっていて、でこちらに関しては、アリエクスプレスっていう中国サイト、中国の通販サイトで買ったものになります。では始めましょう。 You should pull the fucking trigger. はい、で、ですね、もうこれ届いてから1ヶ月っていうことで、まあちょっと使ってみてから、レビューをしたいなと思って、ですね、これは、頼んだリンクは下に、貼っておきます。で、こういった海外サイトで買う方法も、近々動画でも載せていきたいと思いますので、結構ね、いろんな、特に、日本の、視聴者さん日本人の女の子たちによくね、通販サイト、海外通販サイトでの買い方がわからないとか、そういう動画やってほしいっていうことなので、作ってみてあるので、まあまあ、アップしてあるかわかんないけど、これからアップかもしれないけど、まああれば、ここに載せていくし、まあ近々公開したいと思います。で、こちらに関しては値段はここに貼っておきます。やっぱりドルとかなので、ドル扱いとかなので、それがちょっと変わったりするし、まあ買う時はもちろんもうあの円の方に変えてくれてるんだけど、まあその関係で結構値段が変わったりしますが、大体これくらいです。まあ私が買った時は2000円しなかったかなと思います。でこれに関しては、いろんなセット、本数が違ったり色が違ったりでいろいろ違います。で他にもね、ブランドのこの形のね、歯ブラシ型的なね、あのメイクブラシになるんだけどもあります。でもまあ他どうかわかんないけど、これがすごい良かったから、見せようと思います。ちなみに私が買ったのはこのピンクの6本セット買いました。他のもっとあの来るセットがあったし、他の色もあったし、本当はね、あのもっと大きくて、しかもなんかあの立てるその土台みたいな、アクリルでできてる土台もついてるやつとかもあったんだけど、まあそれがついてる分、本数が多い分でやっぱ高くなります。で私はこれを買いました。本当はもうちょっとね、正直もうちょっとチャッチい感じの箱で来るかなって思ったんだけど、意外とこんな可愛い箱で来ました。梱包もすごく良かったです。あの梱包に関してはあの袋だけど、ちゃんとあのプチプチがついてるような袋に来て、届きました。で大体1週間ぐらいかな、1週間ぐらいで来ました。1週間2週間ぐらいかな、1週間だったような気がする。これは早かった、あの中国サイトにしては早かったなと思います。でこの後にね、あの実際に使ってる使い方とかの提案をしていきたいと思います。あの人によって多分使い方は違うので、まあこれベラベラ喋った後に載せていきたいと思います、チュートリアルの方ね。で私もあんまり喋らないようにしたいと思います。でこちら6本です。でピンクになります。でやっぱりね、通販サイトで見ると色合いといいね、ちょっとなんかおもちゃっぽいプラスチックかなと思いました。でそれを覚悟で買ってみました。やっぱりね、このブラシっているのって最初思いました、正直。もうスポンジもあるし、鉄板のね、あのシグマっぽいやつのなんかなんていうの、歌舞伎ブラシみたいなのもあるし、それだけでいいんじゃんって思ってたのね。でブラシに関してはどんどんなんだろう、商品が中に行くっていうのがあーデメリットだし、どうなんだろうって思ってたんだけど、まあ実際使ってみたいし、まあ
ちょっと買ってみようと思って買ってみた感じです。で、今からメリットとデメリットを言っていきたいと思います。まずですね、毛に関しては超柔らかいです。あの中国にしてはすごい柔らかい。中国の通販サイトに関してはあんまり悪く言いたくないけど、本当に物によっては当たり外れがあります。だけどこれに関しては当たりじゃないかなと思います。で、まあサイズは私的にはね、なんだろう、動画とか見てるともっと大きいものだと思ったし、中国だから小さいかなと思ってたんだけど、まあ改めて普通に他のブラシと比べたらあんまり、そのなんだろう、やっぱ持つ手、ここの取っ手のとこは、まあ、普通のブラシと変わらないかなと思います。まあ、大体これくらいです。で、これより大きいサイズのものもあるので、それだと本数が多い方に入ります。なので、これは多分ベース、基本的な本数の形のやつとか、が入ってるものです。で、他、まあこれに関しては素材がもっと柔らかくておもちゃっぽくて、もう簡単に折れちゃうものなのかなと思ってたんだけど、意外と、そう、意外とね、硬いです。そんなになんかすぐポキッといきそうな感じしないし、こう使ってて多少力が入ってても大丈夫そうな硬さしてます。で、これに関してデメリットとしては、まあまあさすがにこれはね、人によってだと思うけど、ここがねちょっと若干なんか傷みたいなのが全部にあります。まあでもこんなとこ見ないし、まあ気にする人はいるかもしれないけど、まあ、中国で安いものだって考えて、ノーブランドって考えれば、まあまあまあっていう感じです。で、1ヶ月ぐらい使っていて、他のブラシに比べると、ここはねちゃんと名前がこうやってプリントされてます。で、一番使ってたのが一番大きいやつなんだけど、これもちゃんとプリントされてたけど、やっぱり手の汗だったりとかそういうのでどんどんちょっと消えてってるっていうデメリットはあります。まあそれはしょうがないかなと思っていますね。で、もしねこれがね、なんか取れるのが嫌だって思うなら、一つ提案としては、トップコートをちょっと塗ってあげるといいかもしれません。そんな感じですかね。んで、あとは、まあ使っててこの後見てもらうんだけど、本当に良かったです。普通にね、どん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 こうファンデーションが中にいっちゃうかなと思ってたけど、全然いかないし、本当に表面でやってくれてる感じだし、最近コントワーとか、そういうメイク、整形メイクっぽいやつ、整形ベースメイクみたいなかな、私のチャンネルではそういう言い方しましょう。じゃあ整形ベースメイクみたいなのにはすごいいい、初心者に関してはすごくいいと思う。なんでかっていうと、扱いやすいし、ぼかしやすい、本当に自然になる。今、私結構ここら辺とか茶色くしてて、やっぱ動画で見せやすいように私は結構濃くつけてます。普段はこんなに濃くはしないんだけどね。ただやっぱ光とかカメラとか、まあこっちの事情があったりするので、濃く使って、まあ見えるように、はっきり見えるようにしてるんだけど、本当にぼかすにはすごい良くて、で、まあいろんなサイズがあって本数もいっぱいあるんだけど、私から言えば本当に6本で十分じゃないかなと思います。で、どっちかっていうとクリーム系とか、まあ、ファンデーションとかそういうのにはすごいいいなと思います。ぼかすとかにね、それはすごくいいと思う。正直アイメイクで使うのは、まだ挑戦してないんだけど、どうかなっていう感じです。やっぱクリームとかで扱うからこそいいんじゃないって思うんだけどね。あとは、あとは特にないですっていうことは、本当にいいもの、特に初心者の人には超使える。で、まあこういうブラシだったりとか、普通のブラシとか、スポンジとかで比べてどれが一番いいのってなると、やっぱね、これは個人個人の感想としてね、みんな違ってくると思うんだけど、なんだろうな、私的には今結構これが
いい、早いし、つけやすい、かなと思います。でもまあ仕上がりのことでね、また違ったりするし、これもやっぱファンデーションいっぱいつけた分、もうすごいね、もうなんだろう、人形さんみたいな、もう完璧なファンデーションになるし、まあ薄くつけたい人はまあその分ね、つける量を少なくすれば、まあそういうさっぱりした感じにもなるし、薄付きとかね。まああとはこれは結構まあ定期的にちゃんとお手入れしてあげるといいと思います。別にそんなに難しいことじゃないです。単純に洗ってあげたりすればいいかなと思います。人それぞれ洗い方いろいろあると思うけど、まあ私から言えばね、一番根っこ部分のとこであんまり水がいかないぐらいがちょうどいいんじゃないかな。そうするとまあ長く持つし、毛が抜けてくるとかあんまりなくなると思います。あまりね、全部こっち側とかびちょびちょにするとその分水分が入って毛が取れちゃう原因にもなるし、やっぱまあこれに関してはプラスチックだけど、木のやつとかだと、まあ、腐ってきちゃうっていうのもあるから、まあ衛生面のことで考えればあんまりね、中側まで水はあんまりおすすめしないです。これは個人的な私の意見なので、まあそんな感じで撮ってください。まあそんな感じでね、この後チュートリアルになります。ちょっと長くなりましたが、もしね、他にも何か試してほしい商品があったりとか、なんかいろいろなとこリクエストがあれば、僕の下にねコメントを残してってください。ではチュートリアルいきましょう。I'll never forget this day.